滝川一益、滝川一益、滝川一益、一益は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、大名、織田信長の家臣。父は、大見国甲賀軍の国人、滝川一松もしくは滝川助清と言われているが、この二人は、同一人物説もあり、どのような人物であったかは定説を見ない。また、兄として、高の活が挙げられることもあるが、 一族、父のいとことする系譜もある。また、池田恒興と、同族、重慶弟とされる場合もある。さらに中村和氏は、甲賀二十一家の一つ、滝市の出身とも言われ、和増の同族とする説もある。また、忍者であったという説もあるが、これも明確な根拠があるものではない。甲賀出身という説の他に、島の国人、久喜義隆が、 織田信長に士官する際に、かずますが仲介したこと、向の滝川武しは、伊勢国式北畑氏の一族木造氏の出身であること、長年伊勢攻略を担当し、攻略後も北た伊勢に広大な所領を与えられていることなどから、伊勢あるいは、島出身とされる場合もある。なお、意味は一般には、かますと読まれるが、官営所家系図でおび、官政重修所家府に、 一マスとあり、一を通じとした子孫の本家は代々、一と読んでいる。文家では、ずっと読んでいる。このため、一マスが正しいとする説があるが、当時としては音読みさせることは珍しく、読みについても、今日まで定説を見ない。なお、通称として、彦右衛門とされることもあるが、これは、同性の別人である。大英五年、1525年、滝川一生、 滝川助清の子として生まれたが、尾張国の織田信長に仕えるまでの反省は、不明である。父が、甲賀出身であるとする立場からは、大見国の六角氏に仕えていたとさることもある。関迎書家系図伝には、幼年より鉄砲に流す。河州、河地国にを引て、一族高安坊を殺し、去って他方に行き、有名を表すとあり、鉄砲の腕前により織田家に仕官したとされる。 なお、後年に、三戸藩の笹宗奴から織田長清に送られた書状には、滝川家は、それなりに由緒ある家だったが、数正は博打を好んで、不行席を重ね、一族に追放され、尾張津島の知人のところに身を寄せたと書かれている。信長に仕えた時期は不明であるが、信長後期主観によると、信長が踊りを興行した際、 滝川左近獣がガキの役を務めたという記述があり、また親族とされる自徳院が工事年間1555年から1558年に生まれた織田信忠の乳母であったことから、この頃には信長の家臣であったようである。A63 年1560年、和ズは北伊勢の桑名は美濃国との境であり、官となる可能性があるため、 ク名ナ・長島の地を終え、北畠市や関市に対し備えることを信長に、進言した。まずは、尾ワリ国にの上の土豪で、長島城主、服部友貞の資金によって、蟹江城を構築し、やがて智亭を構築して、蟹江城主となる。A66 年、1563年には、松平家康、後に、徳川に、改正との同盟交渉役を、う、清須同盟。 英六十年、千五百六十七年と、英六十一年、千五百六十八年の二度にわたる、伊勢攻略、北勢四十八夜を中心とする諸家を滅ぼした、際には攻略の先方として活躍しており、源の清新受験、後の滝川竹尻を通じ北畠愚教の弟、木造武生を調略し、愚教が大川地上を明け渡した際には、津田一案と共に、城の受け取りを任され、 戦後は、あの津、渋み、木造の三条を守備する子を命じられた、大川地上の戦い。津田はじめ康は、天正三年、1575年頃から、北畠氏の軍事行動を先導しており、和増と連携して、越前一向一騎討伐や大和宇田軍の統治を行っている。元気元年、1570年9月の、石山本願寺の葉信長が放棄に伴う石山。 合戦の開始で、長島一向一騎も一斉に放棄し、11月には、信長の弟、織田信樹が、小木工場で討ち取られ、和増も桑名城にこもっている。その後、北伊勢で、長島一向一騎と対峙しつつ、終わり守備、さらに遊軍として、各地を転戦することとなる。天正元年、1573年の一条、国城の戦いに参戦。 天正2年、1574年、三度目にあたる、長島一行一騎鎮圧に際しては、久喜吉田からと共に水軍を引き、海上から射撃を行うなどして、織田軍を援護した。この功により長島城及び、北伊勢八軍のうちの五軍を配慮している。天正3年、1575年、長島の戦いに参陣し、鉄砲隊の葬式を取る。また同年には、 越前一向一期を攻略。天正四年、1576年の天皇寺合戦。同五年、1577年の奇襲征伐に参陣。天正六年、1578年の第二次、木塚川口の戦いでは、久喜吉か率いる黒船六隻と共に数増の白船一隻が出陣しており、鉄鋼船建造に関わっている。天正七年、 1579年11月まで続いた有岡城の戦いでは、城老を塚取りでの首相を調躍し、有岡城の守備を崩壊させた。この二つの敗戦により、石山本願寺への兵糧や武器の搬入は滞るようになり、翌年4月、本願寺保守、権女は信長に降伏することとなる。天正8年、1580年、小田原城主。 北条氏政が信長に使者を送った際には、武雄安、佐久間信盛と並んで、関東州の申し継ぎを命ぜられる。この年に、佐久間信盛が追放されたことから、関東州、特に後北条氏の申し継ぎは数増が行うことになり、翌年に氏政が信長に鷹を献上した際にも申し継ぎを務めている。天正九年、1581年には、伊賀攻めに参人し、 甲賀口より攻め込んでいる。また、同年、京都明神寺内に、自らの子、宮天草偶を階層として、陽国安を起こした、陽国安は、津田秀政の死後に、長公院と改名された。天正十年、1582年、信長が、公州政伐を起とし、着難の織田信忠に軍を与えて、信濃国へ攻め込ませた。 この際にカズマスは2月12日に出陣し、過労、川尻秀高と共に軍艦となり、森長吉らと合わせて攻略戦の主力となっている。カズマスは、この公衆性伐において、武田勝頼を追い詰め、天目三六で討ち取るという功績を挙げている。また、カイノ国で、工場宇治政の使者が信長に敗慮した際、やはりカズマスが申し継ぎを行っている。 戦後処理として、武田医療は、小高新に分割され、3月23日にカズマスは、上野一国と隣接する品の小さ型軍、作軍を与えられ、関東お取り次ぎ役を命じられる。なお、北条五代記、関八州古前六など、広大の軍機物によれば、カズマスの地位は、関東管令であったとされるが、関東管令は、 室町幕府体制において設置された役職であり、信長が足利義明を追放していることと矛盾する室町幕府や関東区防の役職を認めることになる。さらに、同時代史料において数正が関東管理であったことを示すものが見られないため、これを疑問視する説もある。しかし数正は、領地よりも茶器の呪行こなすを所望したが叶わなかったといい。 三国一太郎五郎への手紙の中で、縁国に置かせられ工場、茶の湯の苗月気候と悔しさを述べるという、名物の重みを感じさせる逸話が残っている。信長は名馬、エビ影と担当を貸しし、引き続き、カズマスを関東当地の取り次ぎ役にした。3月29日には、川尻秀隆が海一国、荒山市支配の川治療を除くと、保軍。 森長吉が、信濃川中島四軍、毛利長秀が、稲郡を与えられ、木曽義政が、木曽谷と安住郡、千曲郡を安堵されている。以後、和正は、上野美の和城、次に、馬屋橋城に入り、ここで、関東の鎮定にあたることになる。また、沼田城には、滝川駅銃が入り、西網の松井田城には、津田秀政。 作軍の小室城には、道や昭園が入った。和ズは新領地統治にあたり、国人衆に対して本領は安堵することを、申し渡したため、近隣の諸将が人質を伴い次々と出資した、家臣、与力の高三将。この時、天徳寺法園と倉賀の集計は、側近とされ、関東の北条宇治政府氏、佐竹義重、里見義頼だけでなく、 道の区国の伊達明衆、芦名森高とも連絡を取っており、北条氏政に、下付擬音城を、元城主、小山秀綱に返還させるなど、強大な権限を持っていた様子が伺える。また、北条氏に、大田城を追われ、佐竹氏のもとに身を寄せていた、大田助政、梶原正影夫氏は、信長の直さんとなることを望み、申し入れて許され、数松のもとに施行している。 ただし、千葉国種、武田と義重は出資を拒否し、足利義氏とその家臣、柳田誠介にはカズマスからの連絡事が行われていない。カズマスも室町幕府の役職である関東久保への対応に苦慮したものと考えられる。同年5月上旬、カズマスは所領主を馬屋橋城に集め農工業を開催。着難、次難を伴い自ら玉鶴を待っている。 さらに二十三日、カズマスの命により、沼田城主の滝川駅銃が兵を率いて三国峠を越えようとしたが、上杉影勝法の清水城主、長尾井が守ると、川沢城主、栗林正よりに敗れたと伝わる、北国大兵器。六月二日、信長が本能寺の変によって応子すると、信長の死を知った、北を宇治政は、 6月11日付の書状において、深谷の狩りの一案から本能寺の情報を得たことを、カズマスに伝え、引き続き協調関係を継続する旨を伝えている。しかし実際には6月12日に両国に動員をかけており、北条氏の上の信仰は確定していた。カズマスが信長の死を知ったのは、事変から5日後の6月7日であった。6月10日、 カズマスは、重心の反対を押し切って、上州の諸将を集め、信長不死教編を告げ、我らは上方に馳せ帰りの田信を、信高良公を守り、光秀と一戦して、千訓の重音に報いねばならぬ。この木に上司カズマスの首を取って、北条に降る手土産にしようと思う者は遠慮なく、戦いを仕掛けるがい。それが死は、北条勢と決戦を交え、 リ不利にかかわらず上方に向かうつもりだと述べたと伝わる、孔下古戦記。六月十一日、和正は、長政寺、馬屋橋で能を興行しているが、そう構えを大竹にて二重に作るほどの厳重ぶりであり、上州州を打ち果たす計略ではないかとの噂が、北条高広の家臣らの間で流れるほどであったという。一方、数正は六月十二日付の書状で、 信長の安否を聞いてきた小泉城、東毛の富岡秀隆、六郎四郎に対し、京都の情勢は、それ、信長死去以後なんとも聞いてはおりません。別に変わったことはありませんと書状を送っている。勝正が集め真実を告げたのは、上州諸将のうち、北条隆弘などの主要な武将のみであったとも、考えられる。また、美濃和城を明け渡した内藤正月は無本を疑われ、 美濃輪に身を寄せていた、星名正俊、星名正直夫等と共に一門命運を尽きたと、覚悟していたところ、本能寺の変の知らせと合力の使いが、カズマスより漏らされ、驚くと共に安堵したという。本能寺の変の方に際し、沼須城主、木影の藤田新吉が反乱を起こし沼田城を攻めたが、城主、滝川駅中から報告を受けたカズマスが二万の兵。 神殿の滝川豊前、大畑、安中、和田、倉賀野、由良、縦林の長尾、美濃和の内藤と共に駆けつけ鎮圧した沼田城の戦い。旧武田領では、武田家休心による一揆が起こり六月十八日に、北新の森長義が海津城を捨て美濃国へ去り、同様に南信野のモウリ長秀も稲を放棄し、海の国の川尻秀隆は、同日に、 武大臣により殺害され、六月十六日、信長の死に乗じ、小田原城の宝城宇名を、宇治政の嫡男、八方城主、宝城宇治国、宇治政の弟、宝城宇治政、宝城宇治る、宝城宇治範ら総勢五万六千の宝城軍が、城州倉賀野に侵攻してきた。勝つは、馬山市城に、滝川忠行、松井田城に、 津田秀政と稲田久蔵の兵成五百0を置き、一万八千の兵を率いて和田に陣を構え北条勢を迎え撃ち、六月十八日の初戦は滝川勢が勝利したが、翌六月十九日の合戦では北条勢が勝利した。この時、死のうか、津田、大田、栗田など五百0が踏みとどまって打ち死にし、上州州では、木部貞友とも倉賀の集計の子、 五郎太、六ロ太等が討ち死にした、神奈川の戦い。同う和カは、倉賀野城を経て、馬屋橋に戻り、城下の長政寺において戦死者の供養を行った、よだき、上野井に江戦六。六月二十日、和ズは人質であった、北条隆博の次男を返し、そして同う上城修州,州を、美濃和城に集め、別れの主演を開いたという。は立 金銀、秘蔵の掛物等を、上州税に与え、その夜、美濃和城を旅立った。カズは、津田秀正の守る松井田城を経てその城兵1500機を、加え2000強の兵とし、薄い峠を越え、6月21日に、未知や昭の守る小諸城に入った。この時、久、小さ型の人質を伴っており、この中には、与田広告や真田ダ正幸の老母、 共運員が加わっていたという。カズマスは、自身の本拠である伊勢長島に退去するつもりであったが、基礎軍の基礎吉正がカズマスの通行を拒否してきた。カズマスは吉正に、通してくれれば、作軍、小さ型軍の人質を信条しようと持ちかけ、吉正はこれを了承した。カズは、6月27日に、小室城を、与田ノブに引き渡して旅立ち、6月28日に、 吉政の居城、福島城で人質を引き渡し、ようやく織田の両国である、美濃国に入ることができた。数正は、清須にて参奉し、織田秀信に拝礼後、七月一日伊勢に帰ったという。なお、この途上にあった六月二十七日には清須会議が開かれたが、数正は出席できず、織田家における、数正の地位は急落した。一方、 佐久、小さが軍の人質は、9月17日に、木曽義政から徳川家康に引き渡されている。清洲会議後、信長の着村、三宝氏が、織田氏の後継者となったが、これに信長の三男、織田信隆は、不満を持っていたため、三宝氏を擁立した、橋場秀吉と、信隆を講演する、柴田勝家の対立に発展した。天正11年、 1583年、正月元旦、カズマスは勝家に組みして秀吉との先端を開いた。カズマスは、北伊勢の諸城を攻略、攻め寄せた、秀吉方の大軍7万近くを相手に3月まで粘り、柴田勝家の南進後も、織田信夫と、ガモ氏ジの兵2万近くの兵を、長島城に釘付けにしたが、勝家が、静ヶ岳の戦いで敗れ、四月十三日に、 北野省において自害し、4月29日には信孝も自害し孤立してしまう。残った数正はさらに、長島城で牢城守向軍奮闘したが、7月には降伏。これにより数正は所領をすべて没収され、京都明神寺で帝発、朝山日常の絵を秀吉に侵入し、庭長秀を頼り越前に手蓄した。その後、伊勢の所領は、信長の次男、 織田信夫のものとなった。天正12年、1584年、今度は織田信夫が徳川家康と共に、半秀吉の兵を挙げた、小牧、長久手の戦い。一松の婿である滝川武尻は、信夫の家老を務めていたが、一松は秀吉に隠居から呼び戻され、今回は、秀吉方となった。この戦いで一松は、信夫法の茎をしたかと、 前田長貞を調約し、6月16日に伊勢白子浦から蟹江浦に3000人の兵を擁陸。先に没収された蟹江城から信夫法の佐久間信達を追放し、さらに貸城城、前田城を占拠した。当時、蟹江城は海に面しており、織田信夫の長島城と徳川家康の清洲城の中間に位置する重要拠点だった。 しかし、山口重政の守る大野城の攻略には失敗し、家康と信夫の主力に、下市城城、前田城を奪還され、蟹江城も包囲されてしまう。カズマスは、海上交渉も含め半月以上粘ったが力付き7月3日に、開城した。しかし、退去中に攻撃されて、前田長貞が討ち取られ、カズマスは命からがら船で、伊勢に逃れている、蟹江城合戦。 橋場秀吉は、伊勢に、橋場秀庭長重、でなが、にはながら6万2000の兵を集めて、7月15日に、尾張の西側から総攻撃を計画していたが、間に合わず中止となった、朝の家文書。7月12日、以前からの役場により、秀吉から、次男の一時に1万2000国を与えられ、自身にも3000国を与えられたが、 着難の一中は敗戦の責任を負わされ追放、橋場秀長に身柄を預けられた。同年十一月、滝川滝尻は和ズを通じて、秀吉に接近し、信夫との和平をまとめている。和ズは、天徳寺法、広志、三条道及び等と共に秀吉の東北外交を担っており、天正十二年、1584年6月、秀吉から佐竹義主家、 沼尻の合戦に参戦中への編書の添え上、天正十三年、1585年十一月、梶原正景への書状にて、秀吉による小田原征伐を予告している。彼らの活動は、その後の北条氏にとって不利に働いたと考えられる。天正十四年、1586年九月九日に死去。去年は十二と言われる。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。